にちは、ゆべしです。ディッ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 じゃーん。ということで、まあ、本日の動画はですね、大人かわいいナチュラルなワンピース4着を紹介したいと思います。かなり着回し力も高くて使えるすごい素敵なね、ナチュラルなワンピースなので、本当に早くみんなに紹介したかったです。今回は結構盛りだくさんな内容になってて、私なりの着回しコーディネートだったりとかも紹介しながら動画をお届けしたいと思っているので、ぜひ最後までご覧になっていてください。それでは動画どうぞ。ということで動画始まりました。本日の動画はなんと私もね、以前から大好きで YouTube とかいろんな SNS とかでお洋服とか紹介してます、ナチュラルさんとのコラボ動画です。とても嬉しいですね。一応ですね、ナチュランさんはこういったナチュラルなお洋服が揃うようなとっても素敵なね、ファッション通販サイトになっています。今回はですね、そのナチュランさんの中のオリジナルブランドのアンドヤンっていうね、ブランドのお洋服をね、紹介したいと思っています。実はですね、私本当に長く愛してるお洋服がアンドヤンさんにあるんですね。なので今回の動画の中からもきっとみんなもね、長年大切に着たくなるような、やっぱ自分はこれだなみたいな一着のワンピースが見つかるんじゃないかなと思います。なのでぜひ参考になればと思います。それでは紹介していきましょう。まず1着目は着てた。実はですね、オープニングから着てたんですけれども、こちらのワンピースです。コットン 100% デニムタック切り替えワンピース、11,200円の商品です。カラー展開は2展開ありまして、今私が着ているのはワンウッシュタイプの方です。サイズはフリーサイズになります。身長160センチ、骨格ウェーブの私がね、着てみた感じはこんな感じです。A ラインにふんわりと広がるシルエットがとてもナチュラルで可愛いのと、ちょっとね、長めの巻き仕丈です。そしてまあ私の好きなポイントとしては、やっぱりこのインディゴカラーがとても大人っぽく着れるっていうところがすごく好きなのと、生地の厚みが薄すぎず厚すぎずすごくちょうどいいので、長い期間愛用できるようなワンピースになっていて、かなり柔らかい生地感なので不快感なく着心地よく着れるところがとっても好きなポイントです。細かなところのディティールとかもとても凝っていたりとか、1枚で着ても様になるようなところもすごく好きなポイントです。ということで、こちらのワンピースを使ったコーディネートに移りたいと思うんですけど、今回はちょっとカラーアイテムを足して私なりに遊んでみました。コーディネートどうぞ。デニムワンピースを使ったコーディネートはこんな感じです。インディゴの濃い色合いにこのね、レッドのカーディガンがすごいアクセントになって、メリハリがついてとっても可愛いです。春らしくカンカン帽も合わせてみました。小物は赤が引き立つようにブラック合わせです。こうやってね、コーディネートにして動いてみたりとかすると、このね、デニムのしなやかさがお分かりになるかと思います。とてもリラックスして着れるようなおしゃれなデニムワンピースコーデで、かなりおすすめです。続いてのワンピースはこちらのノースリーブのワンピースです。こちらはですね、リネンコットンスラブノースリーブワンピース、税込み 12,320 円の商品です。カラー展開はブラックとキャメルがあって、私が今着ているのはブラックの商品です。サイズはフリーサイズです。胸元の上目の位置に切り替えがあって、ストンと落ちるようなシルエットがとてもね、おしゃれで可愛いです。ちょっとね、長めの丈感で大人っぽく着れるような丈感だなと思いました。私ジャンパーワンピースすごく好きなんですよ。中に合わせるもの次第で本当に長い期間着れちゃうし、印象とかを変えることができるのですごく好きです。今みたいにカットソーを合わせてもいいし、ブラウスやシャツを合わせてもいいし、はたまた夏とかになったら半袖とかを合わせてもきっと良いですね。そんな感じでかなり使えます。しかもこちらのワンピースはコットンリネン素材でできているんですね。なのですごく落ち着くというか、柔らかくしなやかなので、お家とかで着ていてもリラックスして着れるなっていうところがとってもいいなと思いました。ちゃんとですね、ポッケもあったりとかして、かなり実用的です。
ということで、こちらに合わせたジャケットも紹介します。こちらです。ワンピースと同素材でできたジャケットなんですけど、リネンコットンスラブ前後着ジャケット、税込み 11,880 円の商品です。カラー展開は2色展開あってフリーサイズです。こちらのボタンのある方を前に着てもよし、裏返してこちらの方を前にしてプルオーバー風に着るのもよしな感じの 2way で着れちゃうね、ジャケットになっているんですよ。しかもこちらはノーカラーのジャケットなので、合わせるもの次第でまた雰囲気とかも変えることができるし、カチッとも着れちゃうけどカジュアルにも着れちゃうような、すごくね使いやすいジャケットだなと思いました。合わせて買うとオケージョンっぽくもねできちゃうので、そういったところもすごくね使えるポイントなんじゃないかなと思います。ということで、こちらのワンピースとジャケットを使ったコーディネートをご紹介したいと思います。今回ですね、カチッとめなコーディネートとカジュアルなコーディネートを2パターン作ってみたので、まあ、そちらも参考になればと思います。どうぞ。こちらのワンピースはこんな感じで着こなしてみました。フリルのブラウスを合わせてちょっとかしこまったところにでも着ていけるようなコーディネートです。シンプル上品な感じもありつつ、ギャザーのところが可愛らしいアクセントになっています。私はですね、結構ブローチが好きでたくさん持ってるんですけど、このワンピースはこんな感じでね、ブローチを合わせてもブローチも映えてとっても可愛いです。そんな感じで小物とかも映えてくれるようなワンピースなので、小物合わせ次第で自分らしさとかも出るような、すごく使えるワンピースです。そして気になるジャケットを合わせてみた感じはこんな感じです。よりね、きちんと感や上品さっていうのが出たかなというふうに思います。やっぱりね、このノーカラーのジャケットだから、インナーに合わせたフリルがねいい感じに引き立ってくれてとってもいいですよね。手元のフリルとかもいい感じに見えてます。それではですね、こちらのワンピースイメージを変えた着こなし紹介したいと思います。こんな感じでちょっとイメージを変えて、ボーダーのトップスを合わせてカジュアルな印象にしていました。スポーティーな感じでスニーカーとかショルダーバッグとか合わせてみたんですけど、すごく相性がいい。リネンが入っていて、このナチュラルな雰囲気がどんなアイテムにも合わせやすい、そんなワンピースです。ちなみにジャケット合わせてもこんな感じでカジュアルな印象にも着れちゃいます。ボーダーがね、首元から見えてるあたりがね可愛いですよね。ちなみにですね、ジャケット単品で着てみた感じも可愛いです。こんな感じで柄物スカートにジャケットを合わせてみました。軽やかさもありながら、このブラックが全体を引き締めてくれて、すごくおしゃれなコーディネートになりました。さらっと羽織れちゃうようなジャケットなので、ちょっと肌寒いなみたいな時にかなり大活躍すると思います。ワンピースもジャケットも流行がないアイテムなので、普段使いどちらもしつつ、たまにあるかしこまった場所にも対応みたいな感じで、いやもう本当に持っておいて損ないアイテムだなと思いました。続いてのワンピースはこちらのワンピースです。ピンドットからワンピース、税込み 12,980 円の商品です。カラー展開は2色展開で、サイズはフリーサイズです。本当にたっぷりと贅沢に生地が使われているビッグシルエットのワンピースです。しかも前後でまた結構雰囲気が変わるんですね。今私が着ている感じで、ボタンを前にしてきた時には襟がモックネックな感じでちょっと立っているのがポイントで、じゃん、後ろボタンにしてみた時の前の感じは、ここにね切り替えがあってタックが入っているところがポイントです。しかもこちらスリムウェイで、ボタンがね下まで開くようなワンピースになっているので、羽織としての着用も可能っていうところもまたね嬉しいポイントです。そしてですね、小さめのドットなので、水玉が主張しすぎるっていうことがなくて、いろんな着こなしに合わせやすいっていうところがすごくいいと思います。忘れておりましたが、こちらもちゃんとポッケがついています。ということで、こちらのワンピースを使った着こなしいきたいと思います。どうぞ。こちらのコーディネートはボタンを後ろにして着てみたコーディネートです。ちょっとレトロな雰囲気で、サマーベレー帽を合わせて靴やバッグもブラックで統一してみました。どこかレトロで可愛らしい雰囲気もありながら、大人の落ち着き感があるところがすごく好きなコーディネートです。シルエットやっぱり可愛いね。いいですね。そして続いてはボタンを前にして着てみました。さっきとはまた異なる雰囲気で、キャップを合わせてみたりとか、セーターを肩掛けしたり、スニーカーを合わせたりとかして、スポーティーな印象に着てみました。
ボタンを前に着るとよりカジュアルな印象で着ることができるので、カジュアル好きさんとかはこういった着こなしすごくおすすめです。そして続いて紹介するワンピースはこちらのワンピースです。マルチウェイマキシワンピース12,980円の商品です。カラー展開は2色展開ありまして、今私が着ているのはラテブラウンのカラーです。サイズはフリーサイズです。こちらのワンピースもですね、朝が 30% ほど入っていて、ナチュラルな雰囲気風合いっていうのも素敵なんですけど、デザインがすごく凝っていて、前でも後ろでも着れちゃうし、付属で紐もついていて、これが取り外し可能だったりとかするので、本当に幾通りもの着こなしが楽しめちゃうんですよ。しかもこの絶妙な落ち着き感のあるカラーが、ちょっとかしこまった場所とかにも全然着ていけちゃうような感じで、小物とかを工夫したりとか、パンプスとかを合わせたりとかすると、ちゃんとねナチュラル綺麗めな感じにもなっちゃうんですね。なので何かと1枚持っていると、こちらもかなり便利なアイテムなので、ぜひみんなもチェックしてみてください。今回は2パターンで、ね、私的コーディネートを紹介したいと思います。どうぞ。お待ちかね、こちらのワンピースを使ったコーディネートは2コーデ紹介したいと思います。まずは前ボタンにしてリボンを前で結んだ大人ナチュラルなコーディネートです。上品さもありながらナチュラルな雰囲気のワンピースもあるので、こんな感じでカンカン帽やカゴバッグとの相性もとってもいいです。髪型玉ねぎヘアにしてみたところも、こちらまたポイントです。こんな感じで私らしさ全開のコーディネートももちろんできちゃうし、合わせるものとかによっては本当大人シックな感じにもできちゃうワンピースで、本当にかなり優秀です。そして2コーデ目はこんな感じでワンピースを羽織として着てみました。こちらまた先ほどとは印象が異なり、こちらの雰囲気もとっても可愛いですよね。柄物スカートをこんな感じでチラ見せして、カラーのあるバッグをコーディネートのアクセントにしてみました。羽織として着ても生地の厚みが薄すぎず厚すぎず、とてもちょうどいいので、ふんわりしすぎず綺麗に収まるところがすごく好きです。ということでコーディネーター以上になります。今日も最後までありがとうございました。ということでワンピース4着紹介していましたが、いかがでしたでしょうか。今回のアンドヤさんのワンピースは1枚で決まるのはもちろん、いろんな風に着こなせたりとか、いろんなアイテムとかと合わせやすかったりとか、まさに大人女子の味方っていう感じの優秀すぎるワンピース4着だったなっていう風に思います。こちらの商品のリンクだったりとか、ナチュランさんのページだったりっていうのは概要欄の方に書いておくので、ぜひみんなチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上になります。この動画が面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方は、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。